初制覇レバークーゼン無敗優勝に対して、全世界のサッカー民が感服。14カブンデスリーガ第29節が行われ、ここまで無敗で首位を堅持するレバークーゼンは、初優勝をかけウェルダー、ブレイメンと対戦し5対0で勝利。シャビ、アロンソ監督率いるレバークーゼンは今シーズン、開幕から絶好調。これで残り5試合を残しレバークーゼンのブンデスリーガ初制覇が決まった。昨シーズンまでバイエルンが12連覇を達成しており、バイエルン以外のクラブが優勝したのは2011-12シーズン、現在リバプールを率いるユルゲン、クロップにレバンドフスキ、香川真司らを擁したドルトムントまで遡る。レバークーゼンは昨シーズンからチームを率いるシャビ、アロンソ監督を中心に、スペクタクルなサッカーで序盤から勝ち星を重ね、2月のバイエルン戦では3対0で勝利するなど、今季のブンデスリーガで圧倒的な強さを見せ続けた。さらに、ヨーロッパリーグや DFB ポカールを含む全公式戦においても、43試合無敗という驚異的なパフォーマンスを見せた。リーグは残り5試合を残し、ブンデスリーガ史上初の無敗優勝も狙うレバークーゼン。シャビ、アロンソ監督は来シーズンもレバークーゼン残留を決断と報道されて入るものの、未だバイエルンも指揮官就任を諦めていない。来シーズンのことはまだわからないが、今はリーグ史上初の偉業に集中する。この異様にサッカーファンもマジでレベチ、すごいわ、正真正銘のチャンピオン、バイエルン以外にここまで無双するとは、ジャカ法しびれた、アロンソ、頼むいつかリバプールへ、など多くの祝福の声が上がり X でもトレンド入りをする盛り上がりを見せた。42試合無敗は化け物すぎる、レバークーゼンおめでとう。本当に伝説になったな、アロンソマジですごすぎるわ、このまま無敗いけるぞ。選手としても、監督としても素晴らしい結果しか出せないアロンソ。ケインはいつになったら優勝できるんだ。アロンソバイエルン来るしかない。本当に見ててワクワクするサッカーだったわ。特に両サイドバックすごすぎ。ゲーゲンプレスに加えたパスサッカー、見てて本当に楽しいサッカー。来シーズンもこのチームでシャビアロンソ見たいけどな、CL で暴れてほしい。サポの盛り上がり方がすごすぎる、初優勝嬉しいんだな。アロンソ有能すぎ。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。